2015年4月某日、日本国、東京都守宮市。この日、彼の日常は引き裂かれた。それじゃ、お疲れした。ああ、またよろしく。どうもーす。はあ、酔っ払いのトラブルが、ま、おかげでいい。とっとと帰るか。おっと、そう。ヒイラギ、見間違い。あいつ、こん。バイトが終わったばかり。確かこっちの方。おいおい、嬢ちゃん、ほんのちょっとくらいおしゃべりしてくれてもいいだろう。あれ、とことん無視。なんだか見れば見るほど綺麗な顔して、笑顔の一つくらいサービスしてくんねえかな。あんま怖がらせんなよ。その制服、確か守宮学園だろ。たまには俺らと思。あいつらチーマーか。仕方ねえ。おい、あんたら。なんだ、赤いヒビ。現れたわね。ヒイラギ！なんだ、何が起き、
おいおい、一体何の冗談だよ。夢？綺麗っつうか、さっきまで。ヒロキ、あのチーマーどもも訳が分かんねえ。ヒイラギと出口を探さねえと。なんだか薄ら寒いな。やたらと静かだし、黙ってると不安になってくるぜ。そういやサイフォンは圏外。やっぱこのまま進むしかねえか。ヒイラギいねえのか？いたら返事しやがれ。反応なしか。行けるところまで行くしかねえな。ヒイラギに無事みたいだな。無事みたいね。あなたが見える人とは思わなかったけど、あの状況で飛び込んでくるなんて。なあヒイラギ、じゃなきゃさすがに意味不…ええ、そのとただの一夜の悪い夢、少なくともあなたにとっては。でも安心して。悪夢もいつかは覚めるもの。おやすみなさい、時坂くん。Please tell me.
ここ俺の、もう母ちゃん、なんだかうなされていたけど大丈夫？怖っ。しおり、いや、なんでもねえ。って、なんでお前がここに？起こしに来てあげたの。時々様子を見ておいてって、インターホンを押しても制服のままベッドに入るな。制服って、まあ、高校生で深夜まで働き、昨日は結局、昨日、あれ、バイトが終わってからどうやって、もう、こうちゃんってば。ほら、シャワーだけでも浴びて、それからうちに来てね。ちゃんとこうちゃんの分も朝ごはんを用意してるから。お前は俺のお袋かよ。散り際だね。でも綺麗。今年は咲くのが遅かったけど。ああ。ほら、こうちゃんも急ごう。もうすぐよ。俺は。もう2年。それに。どうした？気のせいだと思うから。いいよ、お二人さん。おはよう、こ。おはよう、りょうたくん。なんだ、一緒に来たのか。うん、さっきそこでちょうど一緒に。お前らの方こそ。う、誰が。あら、こうちゃん、バカ言ってんじゃねえ、バカ。もうに、でもまたみん、うん、本当に。こちらこそ。げ、もうよれ。